GCMS 装置の例ガスクロマトグラフィー質量分析法とはガスクロマトグラフで分離させた種子の成分を質量分析系で検出する方法 GCMS の内部右側がガスクロマトグラフ左側が質量分析系 GCMS の概略図 GCMS はガスクロマトグラフインターフェース部質量分析系から構成されている 通常のガスクロマトグラフィーと同様の測定条件を用いることができる。しかし GC-MS では、イオン下部で10-4通る以下の真空が必要となる MS と結合させるため、キャリアガスの流量を MS の排気量に応じて調整したり、カラムの長さや内径を制限する必要がある。水素をキャリアガスで使用する場合は特に顕著になる。インターフェース部は、 GC と MS を結合する部分である。結合方法は、キャピラリーカラムを用いる GC、MS では直接結合法が一般的に用いられる。直接結合法では、キャピラリーカラムの出口がイオン株の直前まで導入する。キャピラリーカラム出口が真空になるため、カラムの分離効率は10%程度が失われる。その他にもオープンスプリット法や、 Z セパレーター法があるが、充填カラムが現在ほとんど用いられないことや、デッドボリュームが大きいことなどから使用されることは少ない。インターフェース部では GC から出た成分の吸着や分解が起きないことが求められるため、内面は不活性化され、温度制御ができる。温度は、カラム温度より少し低い温度で使用する。イオン化方法イオン化方法としては、電子イオン化。 化学イオン化が一般的に用いられている。質量分析系、質量分析系としては、最も一般的な予約曲型の他にも二重、収束型、イオントラップ型、飛行時間型、イオンサイクロトロン型がある。最近ではタンデム型の GC、MS、MS も用いられている。全イオン検出法では、指定した質量範囲の全イオン電流をモニターし、 得られるクロマトグラムを全イオンクロマトグラムと呼ばれる GC でのガスクロマトグラムに相当する。選択イオン検出法ではある特定の質量のイオンだけをモニターする。ありがとうございます。